はい、おなす、どうも、キョピンヌです。ということで、今回なんですけれども、1ヶ月ぶりです。確かね、このチャンネルの動画スタイルは最初にモンスターかなんかを飲んで決めるっていうところから始まる。本日はこちら。ここで手こずるんだよ、最初。なんだっけ、これ。いただきます。ということで、これ撮影してるのが9月の6日。やばいです。来週にはプレモニションワールドツアー始まってしまいます。これは絶対投稿しなくちゃいけない。セトリ予想です。まあもともとこのセトリ予想っていうのは8月に出す予定はなくて、もうちょっとね、ギリギリに、まあこのタイミングで出そうかなと思ってました。というのもですね、セトリ予想を考えていく上で、もちろん皆さん、もうピンポイントに当てていくことってなかなか難しいじゃないですか。だからこそヒントが必要になってくる。ワンオクロックはライブ開催前にギリギリになってヒントを与えてくれる。まあそういう理由でなかなか出せなかったです。まあちょっと話は変わってしまうんですけれども、セトリ予想ね。最近めちゃめちゃ増えましたね。僕が YouTube にセトリ予想の動画を出し始めた頃なんかは、まあ、YouTube はもちろん TikTok なんかにも全然上がってなかったです。なんか僕一人でセトリ予想してるみたいな感じだったんで、最近になって TikTok とかね、めちゃめちゃ上げてくれる方が増えてですね、初めて参戦するよって方であったり、ワンオクロック最近好きになり始めたっていう方、そういう方にはすごいなんか嬉しい情報なんじゃないかと思います。はい、ということで、セトリ予想を公開していきたいんですけれども、どんな感じで作ったのかっていうところから話させてください。長かったな、2ヶ月間ずっと悩み続けて、今、ようやく完成したわけです。で、今回考えていく上でですね、何を意識したかというと、まあ、もちろん過去のライブのセトリ繰りだったり、あとはしばらくやってないなっていう曲、あとは今回のライブのコンセプトに合った曲、あとは過去にタカが言っていたことを汲み取ってこの曲が入るんじゃないかと、まあ、そういう風に考えながら作りました。本気出しました。ということで、僕が考えたセトリ予想を公開していきたいと思います。まずは1曲目、Wasted Nights。 結構ありがちというか、皆さん知ってる方多いと思うんですけれども、こちらの Luxury This is Japan ツアーのライブ DVD に付属されているフォトブック的なやつに書いてあります。タカがこの曲いつか一番最初にやろうかなと言っといてやらないっていうのは過去結構あるので、確率としては半々。ただ今回のタイミング的にもデリュージョナルも公開されましたし、キングダムつながりで Wasted Nights が来るんじゃないかなと思います。1曲目ね、結構悩みました。僕は結構最初の方に結構推してたのが、1曲目 Renegades とか Make It Out Alive とかね、絶対盛り上がるし Renegades いいなと思ってたんですが、アンコール入る前の一番最後に歌うんじゃないかなと、この2択で悩んでました。あとは Make It Out Alive を1曲目に悩んでた理由っていうのが、1曲目新曲形式、遡ることを渚園テイキングオフ新曲として歌われました。で、その次ジャパンドームツアー1曲目にテイキングオフが歌われました。で、そのジャパンドームツアーで新曲として歌われたのがチェンジで、チェンジがオーケストラの1曲目で歌われましたと。新曲がどんどん次のライブで1曲目に採用されるっていうことが結構ありました。まあただ、Wasted Nights ね、これかなり強い。まあタカが言ってるっていうのもタイミング的にもここしかないなっていうので、1曲目 Wasted Nights 入れました。そして2曲目、The Beginning。これもね、結構悩みました。まあ言っちゃうと、Beginning いつか外されます。まあ、今回のラグジュアリーディズイーズのこのツアーでマイティーロングフォールやってないんだけど、ビギニングも気づいたら今日やってないよねっていう日を作りたいですって言ってます。ただ今回プレモニションワールドツアー、ワールドツアーですよ。まだ外さない。もしかしたら次のアルバムツアーで外してくるんじゃないかということで、まあ、今回はビギニング入れました。で、なんで2曲目に入れたかというと、完全に35に引っ張られました。やっぱりね、35もすごい考えられてるというか、なんかこう、しっとりした曲で、もう次バチバチの曲を持ってくる、ガチガチのロックを持ってくるっていうのはバランスが悪いというか、なんかちょっと違和感があるんですよね。なので、しっとりした曲で、まあ、だんだんボルテージを上げていく。ただ2曲目もめちゃめちゃ悩みました。ザ・ウェイ・バック入れてたんですよ。日本ではジャパンドームツアー以来なのでザ・ウェイ・バック入れてたんですけれども、プレモーションワールドツアーではやっぱり外せない曲なんじゃないかなと思いまして、ビギニング入れました。そしてこの流れ定番ですね、ここでショート MC に入ります。で、3曲目はワンダーです。やっぱり3曲目ここら辺でショート MC のつながり、イントロがそれっぽいなっていう曲を入れたいんですよ。まあ、いつもだったらテイキングオフであったりクライアウト、そこら辺が入ってくると思うんですけれども、今回はラグジュアリーディズイーズの集大成ライブということで、ワンダーでんでんでんでれでんでんでん、イントロが流れながらタカのショート MC でこの曲を迎える。
もう完璧な流れ、ここは結構手厚いですよ。ウェイステッドナイツしっとりから始まって、しっとりからこうビギニングで徐々に盛り上がって、ワンダーでぶち上がる。我ながら天才です。でワンダー歌い切った後にですね、ここでちょっと長めの MC が入ります。会場みんなのテンションを上げていく MC を言った後、4曲目クロックストライクス。これは何も言うことありません。定番です。このクロックストライクスでバチバチにロングトーンを決めていって、5曲目、ベンダライズ。この曲はやるでしょう。この曲はソニックフロンティアの曲となっていて、まあ海外でもすごい人気の高い曲となっています。僕の肌感覚で言うと、中盤にこのベンダライズはしっくりくるなと思ったので、今回5曲目に入れました。そして6曲目、ディーパーディーパー。定番のディーパーディーパーをここで入れます。そうだね、最近はラグジュアリーディズイーズでも歌われましたが、まあフェスとかなんかではやっぱり外される曲、最近不安定になってきてるんですよね。今回はアジスタ野外ライブ、お祭りライブということで、ディーパー絶対やってくる外せない曲なんじゃないかなと思います。そして7曲目、Let's Take It Someday。 やっぱりこのディーパーからの Let's Take It Someday は、まあ、違和感なくこう曲に入れる。こうね、やっぱ4曲目クロックストライクスからこう見てっていくと、だんだん盛り上がっていく感じ、わかります？これをね作りたかった。盛り上がる、ちょっと落とす、盛り上がる、ちょっと盛り上がるみたいなっていう風に、こういう綺麗なアーチを作っていく。今のところ綺麗なアーチが作れてる感じなので、まあ、いいかなって感じです。そして Let's Take It Someday でジャンプで盛り上がった後、8曲目リビングドールズ。日本では2014年ぶり。なんかの生配信でリビングドールズいつか歌ってくださいっていう声が、まあ、本人に届いたので、まあ、今回このタイミングでやってくれるんじゃないかなと思います。わかる？このアーチが今下がり方向に来てるので、もっとしっとり下げたい、だけどちょっと盛り上がりたいっていうのを作りたいので、次9曲目グラビティ。ドンピシャ。前半戦を締めくくるのはグラビティなんじゃないかなと僕個人的には思ってます。これを見たらですね、今回グラビティ確実に歌うなっていうのがここに書かれてます。この曲はダンさんが楽曲制作に関わっているということで、まあ、ダンランカスターにしかわからない世界観があって、まあ、それがちょっと理解できない、難しいなっていう感じだったそうです。今回のラグジュアリーディズイズジャパンツアーでライブにライブを重ねて、結構な回数でグラビティ歌ってきたんですけど、それでもまだ攻略できていないということで、なので今回のこのプレモニションワールドツアー、ラグジュアリーディズイズの集大成ライブということで、絶対ここで攻略してくると思います。ここでもヒゲダンの藤原さんとのコラボはないかなと思います。他か個人で攻略していくと予想してます。はい、ということで次にですね、センターステージに移動します。センターステージに移動されて1曲目 Wherever You Are。まあ、最近ね、ワンオクロックのオフィシャルチャンネルで謎の動画が結構投稿されてると思いますが、まあ、そこで歌われてる曲っていうのが、まあ、今回のこのプレモニションワールドツアーで歌うんじゃないかなと個人的に思ってます。センターステージの1曲目 Wherever You Are で始まって、次に11曲目 Be The Light。まあ、南海トラフの件もありまして、石川県が被害を受けてですね、まあ、結構悲しい悲惨な状況になってしまったので、歌ってくるんじゃないかなと思います。あとは2019年の Eye of the Storm ぶりということで、まあ、結構な期間歌われていないということで、 Be the Light ここで来るんじゃないかと予想しております。そしてセンターステージ最後の曲になりますが、12曲目 Your Tears Are Mine です。よろしくお願いします。やっぱりこうセンターステージに上がって1曲はラグジュアリーディズイーズの曲を、まあ、歌うんじゃないかなと。あとはソファーゴーンとか、まあ、ブロークンハートオブゴールドとかフリーデムとかいろいろあったんですが、やっぱり一番しっくりくるのが Your Tears Are Mine かなと。しかもこのセンターステージの一番最後っていうのがまた熱くて、 Your Tears Are Mine で終わるのがもう目に見えてる。まあリョータは Yes I Am とか、ま、The Samers とか入れたいって毎回ライブの前に言うんですけれども弾かれる、まあそういった、まあ、立ち位置なんですけれども、まあ、今回の Your Tears Are Mine は確実に、まあ、リョータが言うように入ってくると思います。そして次にここでインストが入ってきます。でインストのあと1曲目 Save Yourself。 まあラグジュアリーディズイズジャパンツアーとかでも、まあ他のライブでもそうなんですけれども、前半の曲、まあそういう風に定着してると思うんですけれども、まあ、そこの固定概念を1個外して後半戦1曲目 Save Yourself が入ってくるんじゃないかなと思います。あとはインストから Save Yourself って流れ結構作りやすいと思いますので、あとは盛り上がりますし、そこのバランスもいいですし、これから盛り上がっていくぜっていう感じのこの勢いのある曲、これを入れたかったので Save Yourself 入れました。そして14曲目、ワンバイワン。やっぱりこの曲が確定で入ってくるっていうのは断言できないんですが、僕個人的にはワンバイワンを入れるんだったら絶対この位置。やっぱりあとは歌詞の内容ですね。ワンバイワン、今回のプレモニションワールドツアーの、まあ、内容にぴったりだと思ったので、まあ、今回入るんじゃないかなと思いまして入れました。で、ここで MC が入ります。まあ、この今回のプレモニションワールドツアーにかける思い、そういった、ことをですね、MC で話した後にですね、15曲目、デリュージョナル。
大体ここに入ってくる曲っていうのは新曲であったり、まあ、今回のライブの内容にぴったりな曲、これを伝えたいんだっていう曲を入れてくる傾向があります。なので今回デリュージョナルここに入れました。すでにワンチャンフェスでデリュージョナル歌われましたけれども、このライブでも元気で歌ってくるんじゃないかなと思います。そして16曲目、プルーブです。やっぱり本来だったらこの位置はビギニングだと、まあ、結構悩みましたけど、やっぱりプルーブなんじゃないかなと思います。やっぱりね、この曲はね、トモヤスタジオでも言ってた通り、すごい個性ある一曲なんだよね。プルーブっていうのは上下のつなげ方って難しいんですよね。なのでまあこの前の曲デリュージョナルで決めるべき曲を決めた後、別に次の曲にすぐにつなげなくていい。てん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 しじん One stepAll time いいんですよ。いや結構でもね、扱い難しいですよプルーブ。結構悩んだ結果プルーブ16曲目、ここが一番しっくりきました。そして17曲目ですね、 Make it out alive。 まあ今回ねプレモニションワールドツアー開催するよっていう YouTube にね投稿されている動画の中に、まあ、竜の演出がありましたけれども、その竜の演出っていうのは Make it out alive のライブ演出なんですよ。なのでまあ今回歌ってくるんじゃないかなと思います。そして18曲目ですね、Mighty Long Fall。この流れが完璧すぎて怖いです。綺麗なアーチができてるでしょ。後半戦もドーン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 、ちょっとガタガタだけど後半戦はいいんです。これくらいがちょうどいい。インストからダーいって、で伝えたい曲デリュージョナルで、まあ、盛り上がるんだけど、まあそれほどじゃないよねっていう、ダーちょっと下がって、で後半でバババババっていってって、で一番最後ちょっと下がってドン、こういうこと、そういうのを作りたいなと思った時にマイティを入れました。まだ盛り上がりたい。ここで最上級に盛り上がったところでラスト、後半戦一番最後締めくくる曲がレネゲイズです。しっとりから入ってって、やっぱ最後は盛り上がると。エンディングでもいいですよねレネゲイズね、めちゃめちゃ合う。そしてレネゲイズで、締めくくった後にアンコール1曲目、ディストピア。いやー今回入れるかすっごい悩みました。さすがに新曲入れすぎじゃね、デリュージョナルも入ってるしメイクイットも入ってるし、ちょっとやりすぎだろと分かってます。今回のこのプレモニションワールドツアーの内容にもすごいしっくりきてますし、なんか来そうなんですよね。アンビションズのジャパンドームツアーのチェンジじゃないですけど、このアンコール1曲目で新曲がなんか来るんじゃないかなと、まあ、ふつふつ思ってます。で21曲目ステンダードフィーティング、ここをしっくりくるんですよね。ディストピアからこうつながってステンダードが来る。そして一番最後ディシジョン、この曲はね確実に入れたかった。まあ、オーケストラってやっぱ特殊なライブなので、まあ、それは除くとディシジョンは2015年、それ以降ずっとやってないので絶対入ってくるし、世界一を取るというそういう決意の込められた曲なので間違いなく入ってくるんじゃないかなと思います。ドリーマーみたいにガンガンな感じで終わってもいいんだけど、しっとり系で終わるのも悪くない、そういうイメージで今回作らさせていただきました。はい、ということでどうでしたでしょうか。僕のセットリ予想ね、結構ギリギリの公開となってしまったんですけれども、今回個人的にはバランスがいいんじゃないかなと思います。で悔い残っていることとしてはですね、タカが大好きなプッシュバック、そしてサンドリー、こちらを絶対に入れたかった。またいつかのライブでやりたいと言ってたので、まあ、入れたかったんですが、まあ、ちょっととね入りきんなかった。あとはですね We Are が今回入っていません。今までのライブでは絶対に歌ってくる曲、 Beginning ぐらい今まで結構ね歌ってきましたし、まあ、ちょっとお休み期間に入るんじゃないかなと思ってます。あとは Giants、 歌詞と今回のプレモニションワールドツアーの内容にすっごいがっしり合ってるんですよ。だから入ってても違和感ないんですが、ただそれに似た Decision も入ってますので、まあ、今回 Giants 入んないんじゃないかなと。両方入ってくるってことは多分ないと思う。あとはね、I was King。 これね、まあ、しばらく歌ってないこのライブのためにちょっとお休みしてたんじゃないかっていうぐらい今までね最近歌わなくなってきました。ちょっと満席で入んなかった。あとはですね、チェンジもね、もうしばらくやってない。ふとしたタイミングで定番曲、過去にやった曲が入ってくるっていうのがもう結構あるので、今回チェンジ入ってくるんじゃないかなと思ってたんですけれども、満席です、すいません。もうそろそろねチェンジが復活してもいい頃なんだけど、まあでもチェンジ1曲入ってくるとね、結構このライブの雰囲気が変わってくるんですよ。このライブのイメージ的な観点から入れるのはやめました。あとはドリーマー、このライブではちょっと封印してくるのかなと思ってます。あとはディシジョンが入っちゃったからね、物理的に入れらんなかったっていうのはあるんですけれども、ドリーマーはちょっとお休みです。まあこんな感じで入れたい曲めちゃめちゃあったんですけれども、まあ今回はこれでいきたいと思います。
まあ、今回のアジスタで実際に歌われたセトリと、まあ、今回僕が考えたこのセトリ比較してどれくらい合ってたのかなっていうのを、まあ、後日投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄にインスタ、X、TikTok の URL 貼っておりますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビ